今すぐネットで上田金物で検索っす。はい、本日は、マキタから新発売されました、充電式ラジオ、MR106 MR106B、 こちらのご紹介をいたします。デザインも一新してですね、新機能も搭載された充電式の現場ラジオが登場してまいりました。お手持ちのですね、リチウムイオンバッテリー、こちら、7.2V からですね 18V のタイプに、全て、対応しております。そして標準付属でですね、こちら、100V のですね電源、こちらの方もついております。差し込み口はですね、こちらの方にですねついておりますので、このように差し込んでいただいてですね、使っていただけたらと思います。お使いのですね、現場環境によって、使い分けていただけるか、いただければ良いかというふうに思います。そしてですね、現場のですね、環境に、対応したですね、対応しましたクッションのですね、役目を果たしてくれるエラストマバンパー、そしてフロントメタルパイプですね、こちらを取り付けております。そしてさらにですね、IP東急64、クラスのですね、防塵防水機能もついておりますので、しっかりですね本体も保護してくれます。そして今回のラジオですね、まずですねこちらアンテナの方ですね、折りたたみ式でですね収納がこのようにですね、可能に、なっております。またこちらの方ですね、外部のですね、外部機器をですね、外部入力端子もついておりますので、外部機器をつなぐと、スピーカーとしてもですね、使用していただくことができます。そして、このようにですね、ご覧いただいてますようにですね、USB 機器とのですね、充電が可能となる端子もついておりますので、携帯のですね、充電も可能となっております。そして、本体のですね、液晶の方もですね、ついておりますので、バックライトもですね、ついておりますので、現場もですね、暗い場所でもはっきりと見やすくなって、いるのではないでしょうか。そして、最大のですね、特徴といたしましては、こちら、スマートフォンやですね、音楽プレイヤーなど、Bluetooth 搭載機器のですね、音楽や動画の再生をですね、ワイヤレスで行っていただくことができるようになっております。最大のですね、通信可能距離、これはですね、10メートルとなっております。それではですね、実際、Bluetooth の方でですね、やってみたいと思います。もうすでにですね、登録、設定はしてありますので、私の iPhone からですね、今、YouTube で、音楽をちょっと流しております。通信してですね、ラジオの方からですね、音楽が流れるように、なっております。そして、こちらスピーカーの方もですね、高音質、大型ステレオスピーカーをですね、左右に、搭載することによりまして、クリーンな音声を楽しんでいただくことができるかというふうに思います。そして、ちょっとしたところなんですけれども、例えばこういったところにですね、携帯を置くよという時にですね、安定して置けるようにですね、フラットな形状、そしてですね、ここ滑り止めもね、ついておりますので、安心して機器をですね、置いていって使っていただくことができるかというふうに思います。はい、マキタの充電式ラジオです。ぜひよろしくお願いします。